ここは都内にある保育施設ではなくて総理公邸の一室。公邸にいろんな方をお迎えしていますけれど、今まで最年少はですね、高校生だったんですね。今日はもうこの記録は抜けないと思いますけど。3月20日、育児休暇を取り、子育てに熱心に取り組む地方自治体のイクメン知事、市長などが野田総理を表敬訪問しました。そこで手渡されたサミット宣言。今年2月に開催されたパパ首長サミットという育児休暇の取得経験がある首長が全国から集まった会合で採択された宣言で、男女共同参画やワークライフバランスの推進などが盛り込まれています。こういう地域のリーダーの皆さんが率先してまさにイクメンとして頑張っていただいていることは、地域の世論形成大変大きいと思います。男性の育児参画、これは職場がサポートしないとなかなか進まないんですけれども、そこの一番大きな障害になっているのが、皆さんのやはり意識かなというふうに改めて感じました。おととし、第3子出産に合わせて育児休暇を取得した広島県の湯崎知事。リーダーが率先して育児休暇を取った結果、広島県全体で男性の取得率も上がったといいます。現在日本全体で見ると男性の取得率は 1.38% で、国際的にも最低水準。しかし男性が育児参加することでこんな効果も。夫が育児休業を取ると決めてくれたので、それで安心して3人目の出産に臨めたなと思ってます。自分も育児に参加するよって後押ししてくれると、2人目3人目っていうことに向かっていけるのかな。政府としてしっかり受け止めまして対応していきたいと思います。私がちょっとイクメンというのはもう間に合わないんですが将来育児にはなれると思っていますのでその時を頑張って楽しく話ができるように私もしたいなというふうに思いました。して頑張れるように、特に国家公務員から率先垂範していかなければいけないと思いますので、そのことに力を入れながら2020年までに目標としては今の 1.38 を 13% に引き上げると。地域や社会で子育てをしっかりと行っていく新しいシステムを作るということ、人生前半の社会保障というところにもっと光を当てていくというような改革をぜひやらなければいけないというふうに思います。